はい、どうも、渡辺です。この動画は、Steam で配信されている、グリムドーンの実況プレイ動画となっております。2013年11月6日にリリースされた、ハック&スラッシュタイプのゲームで、タイタンクエストの流れを組んでいます。現在、アーリーアクセス版なので、随時ゲーム内容が更新されていきます。というわけで、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、では始めていきたいと思います。このね、びっくりマークが出てる人っていうのは基本的にイベント発生キャラクターなので、まあびっくりマークが出てる人と会話を進めればイベントが進んでいくといった感じになってます。では公主兄執行人ジャービスさんとお話をしてみましょう。まだ息をしているのか。本当運のいい野郎だぜ。バーボン隊長のとこにすぐ話しに行った方がいいぞ。何かお前について考えがあるらしい。俺たちが救ってやったお前にな。わからない。一体何がどうなってるんだ、ここは。人類最後の避難所かもしれん。デビルズクロッシングにようこそ。お前は取り憑かれていたんだ。それでイセリアルに乗っ取られた者全員にするように縄で吊るしたってわけよ。どうやらお前の体から命が抜け出す前に悪霊が逃げたみたいだな。これはお前を吊るしておきたかったんだが、隊長には他に考えがあるんだと。何か目的があるらしいが、まあ別に議論するつもりもねえしな。その隊長ってのはどこにいるんだ。この道の先の中庭にいる。死者に対抗する防御を固めているんだろうさ。なあ、お前の喉をかっきって後悔したくはねえんだが。わかった、行くよ。とまあこんな感じでちょっとね、会話長いんで、この先テンポのことを考えて、会話に関しては要約していく形にしたいと思います。はい、では進みましょうか。こっちかな。はい、チュートリアルは停止しときましょうか。はい、このクエスチョンマークついてる人もですね、イベント関係のキャラクターの人なので、この人に会話すれば基本的にお話進んでいく感じです。この人がジョン・バーボン隊長ですね。はい、はい、ジョン・バーボン隊長の話を要約すると、主人公はゾンビ状態から復活した。主人公がゾンビの発生源を破壊できたらこの集落で迎え入れてくれるということでした。そんなわけでね、最初のクエストをこなしに出かけたいと思います。ペシ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 。ロッティングソルジャー、イーサーコラプションレベル1。ウォーキングデッド、これもイーサーコラプションレベル1ですね。はい、簡単に操作方法の説明をいたします。マウスの左クリックで移動と通常攻撃、シフトキーを押している間はその場に留まれます。クイックバースロットなどはまた後ほど。はい、デビルズクロッシングから小川を挟んだ先にあるのがローワークロッシングということになります。この先にある埋葬球に行って、このゾンビウォーキングデッドの出所を調査するというのが最初のクエストになります。ベシベシ、次次次。はい、レベルアップの簡単な解説をしたいと思います。まずレベルが2に上がると、マスタリーを6種類の中から1つ選択できます。近接、爆発、召喚、忍び、魔法、自然、さまざまな特徴を備えたマスタリーがあり、スキル、パッシブも個性豊かです。レベルが上がるとキャラクターの能力を上げるポイントとマスタリーのスキルポイントを獲得できます。能力は体格、狡猾性、精神力があり、ポイントを割り振ることでそれぞれに対応した数値が上がります。
スキルポイントはマスタリーの能力を獲得するために割り振ります。スキルやパッシブは段階によって制限されており、獲得するためにはポイントを割り振り、目的の段階に到達させないといけません。スキル、パッシブともにレベルが存在し、ポイントを割り振ることで効力が強くなっていきます。サブ渡辺はソルジャーを選択しました。段階に2ポイント、スキルはフォースウェーブに1ポイント割り振っています。能力の方は体格に1ポイント入れてあります。時間もね、短縮できるようになるんで、あ、強い、吹っ飛ぶ、楽しい。ドーン、人がゴミのようだ。いいですね。ドーン、あ、気絶するんだね。ペシペシペシ。ここですね、埋葬洞窟。死者の源が近くにある。あー、イーサークリスタルがたくさんありますね。あそこからイセリアルエナジーというのが放出されて、でそれによって、死者がゾンビのようによみがえって攻撃してくると、まあ、おそらくそういう設定だとは思うんですけれど、ドーン、この辺になってくると大体出てくる敵のレベルが4まで上がるんですね。あ、なんかいる。あ、これがもしかするとキゾグザリアニメーターという。このクエストのボスに当たる人ですね。この人が、まあ、人じゃないですけど、すでに、もはや人じゃないんですけど、この人がね、死者をこう蘇らせてる感じですね。こう周りのゾンビを倒すとドカーンって、ここほらちょっと湧いてきた。あの、なんでしょうね、トトロに出てくるメイちゃんとサツキちゃんみたいな感じで、下から上に拳を突き上げることによってゾンビをこのように召喚するという、そんな、召喚術を用いてるんですね、この人は。ほら、ドカーン。意外とダメージ取らないですね、ソルジャーさんには。ほら、硬い、なんだかんだ。だからこう怠慢で殴り合ってても、極真空手的な、殴り合いでも十分通用しますね。あ、倒しました。はい、敵のボス倒しました。クエスト、はい、ギゾグザリアニメーターを殺せというイベントをクリアしたので、まあ、今遂行中のクエストは苦難への目覚めというクエストなんですけども、ジョン・バーボン隊長の元に戻れということで、これで解決です。じゃあ、いろいろとアイテムを落としてくれたので回収したいと思います。はい、帰ってきました。ジョン・バーボン隊長に解決したよと報告しましょう。死者の攻撃が鈍くなり数も減った。君が原因を処理した印だと思ってよいのかね。リアニメーターを殺したよ。クリーチャーがこれをしていたのか。憂慮すべき話だ。ともかく君のおかげで我々はもう少しここで踏ん張れるだろう。門営に知らせておいた。彼と話せば中に入れてくれるはずだ。回復に必要なだけ休んでくれ。デビルズクロッシングにようこそ。ありがとう。はい、ということで、クエストを解決するとこうやって経験値もらえるんですね。経験値がもらえて、アイテムももらえる時があります。戦略を練るためいくらか時間が必要だな。その間デビルズクロッシング周辺に君が助けてやれる人たちがいる。少しの時間仲間の生存者たちと歓談するといい。カスパロフは我々の常駐科学者で、実に熱心に君と話したがっている。彼は何か馬鹿げたことを言っていたが、君のイセリアルとの関係について話を望んでいるのは間違いないな。バルナバスはベンリアでウォーターポンプのことで助けが必要だ。彼らの手伝いが済んだら刑務所内の私のオフィスへ話しに来てくれ。ということで、
デビルズクロッシングで、歓迎されました。はい。まあ、こんな感じでいろいろとお話クエストを、進めていく形になると思います。